iPhone は Apple のスマートフォン。第一世代は2007年1月9日に発表され、同年6月29日にアメリカ合衆国で販売が開始された。通信キャリアとのシームレスな通話をも可能にしたこと、当初はアプリケーションも自社限定であり、機能は多くなかったが GPS も内蔵していたことで話題になった。現行の最新モデルである iPhone13。 13ミニ、iPhone 13 Pro、13 Pro Max は2021年9月14日に発表された。iPhone は2000年代初頭に先に開発が始まった iPod の派生製品であり、2007年当時の最新型 iPod の機能と携帯電話が統合した端末として誕生した。iPhone という名称は iPod を引き継いだものである。 アップルの CEO であるスティーブ・ジョブズは iPhone をタッチ操作によるワイドスクリーンの iPod、革新的な携帯電話、画期的なインターネットコミュニケーションデバイスの3つの製品を一体化した端末であると述べ iPhone によって電話を再発明すると発表した iPhone はその後現在に至るまで一貫して発売され続けており全世界の携帯電話を フィーチャーフォンからスマートフォンへとパラダイムシフトさせる契機にもなった。2007年に発売された初代 iPhone2007 年1月9日に開催されたアップル製品の展示会の一つ MacWorld Expo2007 にて発表され同年6月29日にアメリカ合衆国にて発売された。クワッドバンド GSM 端末のため日本など 通信方式に GSM を採用していない国、地域では使用できず、該当国、地域では販売もされていない。既存のタッチパネルの多くは同時に1箇所のみでしか操作を行えなかったが、iPhone ではマルチタッチと呼ばれる技術で複数の指を同時に操ることで画面の拡大縮小などバリエーションに富んだ操作が可能となった。カラーはシルバーのみ。 容量は発売当初は4イトと8イトの2通りだったが、4イトは2007年9月5日に販売を終了した。一方2008年2月5日には1 6イトモデルが販売開始された。2008年6月9日、WWDC2008 の基調講演にて発表され、北米や欧州、オーストラリア、日本、香港など22地域で、 同年7月11日に発売されたアンツの企画で第3世代同通信システムの通信に対応し GPS 搭載、モービルミー対応など新たに機能が追加された。カラーはホワイトとブラックの2種類。容量は 8GB と 16GB モデルが用意された。2010年6月24日に販売終了。日本では ソフトバンクから発売された。2009年6月9日、WWDC2009 にて発表された。発表時は iPhone 3GS と表記されていた。処理性能が iPhone 3G と比べて最大2倍高速化され、バッテリー寿命も長くなったほか、3メガピクセルのオートフォーカスカメラ、ビデオ撮影、テザリング機能、音声コントロール、アクセシビリティ、 デジタルコンパスといった機能が追加された。リモコンマイク付きイヤホンにも対応。カラーは従来通りホワイトとブラックの2色。記憶容量は 16GB と、新たに 32GB モデルが用意された。iPhone 3G は 8GB のブラックのみが、引き続き販売されていた。2010年6月24日の iPhone 4。 発売後は新たに 8GB モデルが発売された。また i p h o n e 4 s 発売と同時に、シムロック版は2年契約条件で無料化された。2011年10月14日に提供を終了している。2010年6月7日の WWDC2010 にて発表され、同年6月24日に発売された。背面がポリカーボネート製の丸みを帯びたものから、 強化ガラスを用いた平面なデザインとなり小型化が図られた。背面にあるアップルのロゴマークは、クローム処理が施されている。ハードウェアでは、マイクロプロセッサや GPU、半導体メモリを一つの集積回路にまとめたアップル A4 を搭載。液晶は、レティナディスプレイと名付けられた液晶を採用し、3.5インチの 液晶画面を据え置きながら画面解像度は4倍の960-640に広げられた。また、テレビ電話機能であるフェイスタイムのために、本体前面にカメラが搭載された。2011年2月10日には、アンツ版とは別に、CDMA2001X に対応したモデルも発売された。カラーは、ブラックとホワイトの2色があったが、 当初ホワイトモデルは製造上の問題により発売延期を繰り返し10ヶ月後となる2011年4月28日に発売された。2011年10月14日 iPhone4S 発売開始と同時に本モデルにおいては 8GB モデルが発売開始され、それまでの 16GB 及び 32GB モデルは販売を終了した。 iPhone 5の発売と同時に無料化された。2013年9月20日からの iPhone 4S の無償提供開始により、iPhone 4は提供を基本的に終了したが、インドなど一部市場ではその後も販売され続け、そのために一部で生産を再開した。2011年10月4日に発表。アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア。 日本の7地域で、同年10月14日に発売され、3日間で400万台を突破した。利用者の音声で、応答や処理を行う、自然言語処理システムであるシリを搭載した。外観は iPhone4 から、ほぼ変更はなく、プロセッサは、デュアルコアアップル英語チップを搭載、グラフィック性能では7倍に向上している。 背面カメラは800万画ソリメン照射型 CMOS を採用、レンズも F2.4 になり、性能が向上し、動画撮影もフル HD1080p 動画の撮影が可能となった。HSDPA 通信が 14.4Mbps と高速化したほか、同一モデルで、ANTS GSM および CDMAEV、DU-REV-A に対応するよう作られている。 ただしシムロックフリー版の iPhone4S では CDMA 回線利用はできない。従来からの GPS に加え、ロシアの軍事衛星グロネスによる位置情報検出に対応する。ラインナップには、ブラックホワイト各色に1 6イト3 2イト6 4イトが用意される。日本ではキャリアとして、 従来のソフトバンクに加え au でも発売された2012年9月の iPhone5 発売後は1 6イトモデルのみが販売され続けた2013年9月の iPhone5S5C の販売に合わせて名称を iPhone4S に変更新たに8イトを設定し 5C の買いモデルとして無料で提供されることになった これに伴い 16GB モデルも販売終了した。2016年6月14日に行われた WWDC2016 で発表となった iOS12 は対象外となった。よって iPad 2や iPad iPod Touch などとともに iOS9K が最終サポートとなる。また iPhone 4S が発表された。 翌日の2011年10月5日には、アップル創設者のスティーブ・ジョブズが死去しており、iPhone4S は、スティーブ・ジョブズが見届けた最後の iPhone と言える。2012年9月12日に発表され、アメリカや日本など一部の国は9月21日、その他の国は同28日に発売された。画面サイズはこれまでの3.5インチから4インチに変更され、 縦に大きくなった。これに合わせる形で外観がもサイズが縦長になったほか、イヤホンジャックが仮面に移動し、ドックコネクタも8ピンのライトニングコネクタに変更、薄さも7.6ミ、mm、リと従来よりも薄くなった。Apple A6 プロセッサーを搭載、カメラ性能も向上させたほか、iPad ではアメリカとカナダしかサポートしなかった LTE に本格的に対応。 対応バンドと GSM、CDM への別に合わせて3モデル用意した。日本ではソフトバンクと au から発売された。2013年9月20日の iPhone5S、iPhone5C 販売に伴い販売終了した。従来行われていた旧モデル併売は iPhone5 では行われず、ほぼ同等のスペックの iPhone5C によって置き換えられることになった。 2013年9月10日のアップルのスペシャルイベントで2つの iPhone が発表され、同年9月20日に発売開始した。ハイエンドモデルの iPhone5S は、ホームボタンが初めて変更となり指紋認証センサーのタッチ ID が搭載され、指紋認証でのロック解除や iTunes ストアや App ア Store での購入ができるようになる。スマートフォン用としては、世界で 初めての6 4ビットに対応した Apple A7 チップを搭載しており、CPU と GPU が Apple A6 よりも2倍高速化している。センサーが取得した情報をより効率よく処理するコプロセッサとして、iPhone としては初めて、モーションコプロセッサを搭載しており、M7 と名付けられている。また、 カメラの性能が向上して、センサーサイズが大きくなり、F 値も2.2となってより明るくなったほか、バーストモードや 120fps の 720p スローモーションビデオ撮影などが可能となった。これまで、ブラック、ホワイトのみであった、カラーバリエーションが、スペースグレー、ゴールド、シルバーの3色となる。廉価版となる iPhone 5C は、背面に、 カラフルな一体成型のポリカーボネートを使っている。グリーン、ブルー、イエロー、ピンク、ホワイトの5色展開。スペックは iPhone5 と同等。2年契約で1 6イトは99ドル、3 2イトは199ドルで発売される。iPhone を販売するキャリアに NTT ドコモが加わり、これにより主要な日本の携帯会社3社が iPhone を 扱うことになった。同年11月22日、日本市場でも Apple Store で SIM、フリーモデルの販売を開始した。iPhone6 販売以降、iPhone5S は4インチクラスの iPhone として、継続販売。5C は、インド市場などを除き販売を終了した。5S は2016年以降、いわゆる格安携帯電話事業者からの販売が、始まり、 3月にワイモバイルから7月には UQ モビレから販売が開始された。11月には販売台数ランキングのトップ10に入るなど 5S は3年以上販売が継続された。2014年9月9日に行われた Apple のスペシャルイベントで発表された。2014年9月19日、オーストラリア、日本、香港、シンガポール、ドイツ、 フランス、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国、プエルトリコで先行発売。日本国内では主要キャリア3社が扱うほか、アップルストアでも同時に SIM、フリーモデルの販売を行う。画面サイズを従来モデルから大きくし、通常モデルの iPhone6 は4.7インチ、大画面モデルの iPhone6 Plus は5.5インチのディスプレイを搭載、格子赤くでコントラストが 高く、より正確な色を出せる、レティナ HD ディスプレイを採用している。また、本体の厚さも iPhone6 で 6.9mm、iPhone6 Plus で 7.1mm で、従来より薄くなっている。また、内蔵ストレージに 128GB モデルが追加され、32GB モデルがなくなった。基本スペックは、両モデルとも共通で、システムプロセッサに、 Apple A8 を搭載、CPU は従来比25%高速化し、グラフィックは従来比最大50%パフォーマンスを向上させている。モーションコプロセッサは M8 を搭載し、コード情報を取得できる気圧計が追加された。通信では LTE のキャリアアグリゲーションに対応し、最大 150Mbps での通信のほか ボルトでの通話も可能となった。日本では YMAX2 や AXGUP で使われている TD、LTE のバンド41など最大20の帯域に対応している。Wi-Fi では i、EE、e e 8 0 2 1 1 a c に対応したほか、T モバイルなど一部の通信会社では Wi-Fi を介して電話をかけることができる。Wi-Fi コーリングにも対応する。 カメラ機能では、メインカメラのアイサイトのセンサー性能を強化、フォーカス、ピクセルズと呼ばれるプロセッサで、オートフォーカスのスピードを向上させ、顔検出機能も強化されたほか、最大 60fps の 1080p 動画、撮影や最大 240fps の 720p スローモーションビデオ撮影、タイムラプスビデオ撮影も可能となった。さらに、iPhone6 プラスでは、 高額手ブレ補正にも対応している。内向きのフェイスタイムカメラも F2.2 の明るいレンズになった。新たに NFC が搭載され、アメリカでは2014年10月より開始する Apple 独自の決済サービス、Apple Pay に対応、Touch ID での指紋認証と連携して決済処理を行う。ただし、事実上の日本標準方式である NFC には、非対応である。 iPhone6 と iPhone6 Plus の違いとしては上述の画面サイズ、本体サイズと i サイ g h の光学手ブレ補正のほか iPhone6 Plus では横画面表示時に大画面に最適化された表示が可能となっている iPhone6S2015 年9月9日に行われた Apple のスペシャルイベントで発表された2015年9月25日 ニュージーランド、オーストラリア、日本、中国、香港、シンガポール、ドイツ、フランス、英国、カナダ、アメリカ合衆国、プエルトリコで先行発売。日本国内では主要キャリア3社が扱うほか、アップルストアでも同時にシムフリーモデルの販売を行う。全機種である iPhone6、6プラスのデザインを踏襲しつつも、 0.2mm 厚く、それぞれ 14g と 20g 重くなっている。カラーバリエーションは新たにローズゴールドが追加され、4色から選べるようになった。ボディ素材には7000番台のアルミ合金を、フロントガラスにはイオン強化ガラスを採用している。アセンドメイト S に続き、ディスプレイの裏面に圧力センサーを搭載、タッチ動作の感覚を振動で伝えるタプティック。 エンジンを内蔵することで、画面タッチで押し込むことによる操作を可能にした、3D タッチに対応した。これにより、メールで軽く触れると、プレビューを表示し、さらに強く押し込むことで、全体表示に切り替わったり、アプリアイコンを押し込むことで簡易操作のメニューが、表示される、クイックアクションが使えるようになる。カメラ機能では、メインカメラのアイサイトの画素数が1200万画素となり、 通常写真撮影時に短い動画も同時記録するライブフォトスと最大 30fps の 4K 動画撮影に対応した。画面側の FaceTime HD カメラも画素数が500万画素に向上したほか自撮り撮影時には画面を通常の3倍の明るさで明るく発光してフラッシュにすることができるレティナフラッシュも使えるようになっている。 システムプロセッサに Apple A9 を搭載、従来比で CPU は70%、グラフィックは90%高速化されたほか、モーションコプロセッサの M9 も A9 内に組み込まれ、パフォーマンスとバッテリー駆動時間が向上している。各種センサーの性能も向上し、シリも常時利用可能になり、指紋認証のタッチ ID も高速に認証できるようになった。 通信面では、最大二十三バンドの周波数帯域を、サポート、LTE Advanced に対応したことで、最大三百 m b p s のデータ通信が可能になったほか、Wi-Fi もミモに対応したことで、最大八百六十六 m b p s での通信が可能となっている。iPhone6S と iPhone6S Plus の違いは、全機種の六、六 Plus と同様に、 画面サイズ、本体サイズ、i イサイトの光学手ブレ補正のウム、6S プラスでの横画面表示時の表示最適化対応となっている。2016年3月21日に行われたアップルのスペシャルイベントで発表された iPhone6 販売以降、4インチクラス端末の位置付けになった iPhone5S の後継機でサイズは iPhone 5S とほぼ同じながらも、中身を iPhone 6S とほぼ同等とした。3D タッチには対応しておらず、タッチ ID も iPhone 5S と同じ第一世代となっている。また、iPhone 6S、6S プラス s、Plus、では対応している CA にも対応していない。SE は、シニアバイスプレジデントのフィルシラー氏が、 スペシャルエディションの略であると明らかにしたとのこと。また、iPhone 5S ではエッジ部分の光沢処理が行われているが、iPhone SE では非光沢となっている。iPhone 6と7の底面の比較。7でイヤホンジャックが廃止された。2016年9月7日に行われたアップルのスペシャルイベントで発表された。デザインは、 全機種である iPhone6S、6S プラスを踏襲しつつも若干の変更がされている。カラーバリエーションはスペースグレーが廃止になり新たに光沢ありのジェットブラックと光沢なしのブラックが追加され5色から選べるようになったが新色ジェットブラックは光沢感が高く指紋がつきやすい、汚れが目立ちやすい、傷がつきやすいなどの理由からアップルは ケースの装着を推奨している。ボディ素材には7000番台のアルミ合金を、フロントガラスには、イオン強化ガラスを採用し、某松性能、耐水性能、防塵性能を強化している。ステレオスピーカーを搭載する一方、3 5ト、mm、ルステレオミニジャックが廃止され、付属するイヤーポッズは、ライトニングコネクタを備えたものに変更されている。また、 ライトニング -3.5mm ステレオミニジャック変換コネクタが添付されている。日本向けモデルは盗撮防止のためのシャッター音の音量が強化されている。システムプロセッサに4コアの A10 フュージョンチップを搭載。LTE アドバンストは最大でより 450Mbps に高速化。ホームボタンが物理ボタンからタプティックエンジンに対応した。 タッチセンサーへと変更され、押した時にフォースフィードバックがなされるほか、フィードバックの強さのカスタマイズが可能になる。ディスプレイは、より広々行域へとなり、カラーマネジメントにも対応したほか、3D タッチもより強化された。iPhone7 では、iPhone6S では、非対応だった iSight イイの、光学手ブレ補正に対応。しかし iPhone7 Plus では、 広角カメラにのみ搭載している。新しいディスプレイ同様に DCI-P3 準拠、広々機体用の新型1200万画素のイメージセンサーと F 値1.8の明るいレンズを搭載し、トゥルートオンフラッシュもそれぞれ4つの LED で構成する。フェイスタイム HD カメラは700万画素のセンサーを搭載している。さらに改良された。 画像信号プロセッサを搭載することで画像処理を高速に行えるようになった iPhone 7と iPhone 7 Plus の違いは全機種の 6S、6S Plus と同様に画面サイズ、本体サイズ、横画面表示時の表示最適化対応のほかカメラの刷新である広角と望遠の2つのレンズを搭載し2倍の光角ズームができるようになりまた 二つのカメラを使用して、写真の奥行きを検知し、人物以外をぼかす、ポートレート撮影が可能になった。ストレージ容量は、従来の 16GB に代わり 32GB が設定され、64GB が廃止された。また、シリーズ初となる 256GB も設定された。NFC チップ NXP の6 7 v 4を搭載し、Apple Pay による、 非接触決済サービスが利用できる。日本向けモデルでは、フェリカにも対応しており、スイカ、クイスペ、ID のサービスが利用できる。2017年9月12日に行われたアップルのスペシャルイベントで発表された。デザインは、全機種である iPhone 7、7プラスを踏襲しているが、背面がガラス素材、側面がアルミ合金に変更され、全面。 背面にいずれもより強化されたカスタムガラスを採用している。カラーバリエーションはゴールドシルバースペースグレーの3色に減少、ストレージ容量も 64GB と 256GB の2種類となった。ディスプレイサイズは従来と変わらないが、色域については iPhone で初めてトゥルートーンを採用している。また、ステレオスピーカーが強化され、より低音に強くなった。 カメラについては、解像度は従来と変わらないものの、新しいセンサーを搭載。また8プラスでは、ポートレートモードが強化され、スタジオ風のライティングを再現する、ポートレートライティングが搭載される。動画撮影は、ビデオエンコーダーや画像処理プロセッサーを Apple 自身が新たに設計したことで、4K の 60fps 撮影や、 フル HD の 240fps 撮影などに対応している。システムプロセッサは A11 バイオニックと呼ばれる6コア構成のチップを搭載。ニューラルエンジン、ニューラルエンジンを搭載しておりポートレートの際に重宝される。LTE アドバンストは最大でより 800Mbps に高速化したほか、高音質通話ボルトエブス WB に対応。 ブルートゥースが5.0になった。NFC もリーダーモード対応となり、フェリカによる Apple Pay も日本仕様以外のモデルでも対応する。地域核のワイヤレス充電対応、Apple USB-C アダプタを利用する場合は30分で50%の高速充電に対応した。2020年に iPhone SE 第2世代が登場したことにより、生産終了した。 iPhone X の正面画像。初めてホームボタンが廃止され、全面がディスプレイになった。2017年9月12日に行われたアップルのスペシャルイベントで iPhone 8と iPhone 8 Plus の発表後にワンモアシングとして発表された。iPhone が登場して10年となったことを記念して発表した上位モデルで最大の特徴としてデザインを一新し、 ホームボタンを配し、全面ディスプレイになったことが挙げられる。ディスプレイは5.8インチ、解像度2436,125ピクセル、重央比約19.5、9、ピクセル密度 458p のサムスン電子製、有機 e l ディスプレイ、スーパーレティナ HD ディスプレイを採用、コントラスト比が100万、1となり、iPhone 8、8プラス同様に、 スルートーンに対応している。驚愕ブチスタイルで、ディスプレイ上部には、インカメラやセンサー、スピーカーなどが配置されている。前面と背面に、ガラス、側面が、医療機器グレードのステンレススチールを使用、カラーバリエーションは、スペースグレードシルバーの2色のみとなる。前面ディスプレイになったことで、ホームボタンが廃止され、ホームへ戻る際は、画面下の、ホームインジケーターを、 スワイプアップ、シリの起動は、従来の電源ボタンに相当する、サイドボタンを長押しなど、ホームボタンに関連する操作が変更されている。また、タッチ ID の代わりに、トゥルーデプスカメラで顔を立体的に認識する、顔認証システム、フェース ID を搭載している。ニューラルエンジンの搭載により認証時の精度が高まっている。トゥルーデプスカメラは、 通常のカメラと組み合わせて自撮りする場合でも、ポートレートモードや、ポートレートライティング機能が使えるほか、顔の筋肉の動きをリアルタイムで解析し、絵文字キャラクターに、モーション反映させる、アニ文字が使えるようになった。背面のメインカメラは7プラス、8プラスと異なり2つのレンズを縦並びに変更、両方のレンズが、光学式手ブレ補正に対応する。 その他の基本スペックは8、8プラスと同様で、システムプロセッサは、A11 バイオニックを搭載、LTE アドバンスト最大通信速度 800Mbps、Bluetooth 5、例、リーダーモード対応 NFC、フェリカ、地域核のワイヤレス充電、高速充電に対応する。ストレージ容量は 64GB と256。 ギガバイトの2種類となる。2018年9月12日に行われたアップルのスペシャルイベントで発表された。2つのサイズがあり、iPhone XS と iPhone XS Max となっている。XS Max は iPhone 史上最大のディスプレイを搭載しており、3D タッチも対応している。カラーバリエーションはスペースグレーシルバーゴールドの3色。ディスプレイは、 スーパーレッティなディスプレイを搭載しており、業界で最も正確な色を表示できる。ディスプレイサイズは XS が5.8インチ、XSMAX では6.5インチとなっている。耐水性能は IP68 に対応し、最大水深2メートルで最大30分間となっている。端末の側面は医療レベルのステンレススチールを使用している。 ギガビット QLTE に対応した。前面、背面ともに、これまでで最も強靭なガラスでできており、ワイヤレス充電が可能である。ソークの a 1 2バイオニックは6コアの CPU とニューラルエンジンを搭載している。1世代前のチップに比べて50%速い、グラフィックス性能、15%速い性能コア、50%消費電力が、 少ない効率コアに進化している。両モデルとも1200画素のカメラを2つ、広角は F1.8、望遠は F2.4 で 4K60fps が撮影可能である。広角、望遠ともに光学式手ブレ補正を搭載している。進化したセンサーとニューラルエンジンによってさらに美しい写真が撮影できるようになっている。 スマート HDR という何枚もの写真を組み合わせる機能もニューラルエンジンによってさらに明暗がはっきりする。センサーの進化により正確な色を再現でき、暗い場所での撮影でもノイズが軽減されている。ポートレートモードも正確に被写体を検知し、撮影後にぼかしの加減を調節できるようになった。ポートレートライティングも可能。 トゥルーデプスカメラは 7MPF2.2080PHD60FPS で撮影可能。ポートレートも撮影可能でこちらもぼかしの加減を調節できる。2018年9月12日に行われた Apple のスペシャルイベントで発表された iPhone XR はリキッドレティナ HD ディスプレイと銘打った史上最大の6.1インチ LCD を 搭載している。広域色で、トゥルートーンにも対応している。しかし、押した、強さを感知する 3D タッチには対応していない。前面と背面はガラスに覆われており、側面は、航空宇宙産業でも使用されるアルミニウムを使用していてる。IP67 に対応しており、最大水深1メートルで、最大30分間耐えられるが、浸水時の保証はない。 Face ID は進化した True Depth カメラにより認証はさらに早く安全になった。チップは iPhone XS、XS Max と同様の A12 Bionic を搭載。写真撮影や AR の際に活用される。カメラは1200万画素 F1.8 であり、4K60fps で撮影可能。 True d e p t h カメラは700万画素 F2.208060fps が撮影可能。進化したセンサー A12 バイオニックによりさらに美しく正確な写真が撮影できる。一つのカメラでも深度コントロールに対応したポートレートが撮影可能であるが人物以外は検知されずライティングの種類も制限される。全面カメラでは ポートレートとすべてのライティングを施せる。光学式手ブレ補正が搭載している。カラーバリエーションはホワイトブラック、ブルーイエローコーラルレッドである。2019年9月10日に行われたアップルのスペシャルイベントで発表された。リキッドレティナ HD ディスプレイは iPhone XR と同等である。音域を高音側へ大幅に広げた。 高温室通話ボルトエブス s w b に対応。26mm に加え新たに 13mm の超広角レンズのカメラを搭載し、ナイトモードにも対応した。カラーバリエーションは、パープルグリーンホワイトブラックイエローレッドである。バッテリー駆動時間は、全世代の iPhone XR に比べ、1時間伸びた。プロセッサは、a 1 3バイオニックで、 全世代の A12 バイオニックに比べて20%高速化した。Face ID は最大30%の高速化が図られ、認識できる範囲もさらに広くなった。2019年9月10日に行われた Apple のスペシャルイベントで発表された。iPhone シリーズとしては初めてプロの名が冠された。高音質通話ボルトエブス SWB に対応。 iPhone 11のデュアルカメラに加え、一つの望遠カメラを搭載し、10倍デジタルズームを使えるようになった。コーニング製の20の4交換プロセス強化ガラスを採用している。2020年4月16日に Apple から発表された。iPhone SE は iPhone 11と同じ Apple A13 Bionic システムオンチップを搭載しているが、サイズは iPhone 8と同じ4.7インチとなっている。ディスプレイは iPhone 8と同じレティナ HD ディスプレイを搭載しているが 3D タッチはハプティックタッチに置き換わっている。カメラは iPhone 11や iPhone 11 Pro のワイドカメラと同等の 12MP のリアカメラを搭載しており 24fps、30fps 24、60fps 30 60の 4K ビデオ。 30fps60fps の 1080pHD ビデオ、30fps の 720pHD ビデオの撮影に対応している。2020年6月の WWDC20 で発表された a r c と4により iOS 14以降を搭載する iPhone SE でもミー文字のアバターの表情を作ることなどが可能となった。 2020年4月17日に予約を開始し、シムフリー版については2020年4月24日に、各キャリア版については2020年5月11日発売された。2020年10月13日にやれたアップルのスペシャルイベントで発表された。iPhone 12シリーズはスマートフォン最速の CPU のアップル A14、バイオニックを搭載している。 新たに 5G に対応し、ディスプレイには、スーパーレティナ XDR が採用された。ディスプレイ表面の強化に落下体制が、従来の4倍というセラミックシールドを採用している。2020年10月13日に行われた Apple のスペシャルイベントで発表された。iPhone 12シリーズと同じく、5G に対応、ディスプレイ表面の強化に落下体制が、 従来の4倍というセラミックシールドを採用している。iPhone 11 Pro シリーズに搭載された望遠カメラに加えて新たにライダルスキャナを搭載したことにより従来モデルに比べて撮影性能が向上した。2021年9月14日に行われた Apple のスペシャルイベントで発表された。Apple A15 Bionic の強力なイメージシグナル。 プロセッサーとカメラの大型化による高画質機能強化、省電力化と増量によるバッテリー駆動時間延長、スピーカー位置の移動によるノッチの20%小型化がなされた。日本のアップルストアでは9月24日に発売。2021年9月14日に行われたアップルのスペシャルイベントで発表された。アップル A15 バイオニックの強力なイメージシグナル。 プロセッサーとカメラの大型化による高画質機能強化、望遠カメラ 77mm 化、省電力化と増量によるバッテリー駆動時間延長、スピーカー位置の移動によるノッチの20%小型化がなされた。日本の Apple Store では9月24日に発売。出展、Apple Newsroom、アーカイブ Apple 独自が開発した OS である iOS が使われている。 iPhone と iPod Touch はハードウェアソフトウェアともに共通点が多いが iPhone のみで使用可能な機能は以下の通り。また第3世代までの iPod Touch はカメラを搭載していないマイクがないなどの違いもあった。以下の機能は iPhone には搭載されていない。他のスマートフォンの多くと同じようにグローバルモデルであるため。 現在の主要な日本国内向け携帯電話に搭載されている多くの機能が装備されていない。またかつては以下の機能が対応していなかった。iPhone は購入後や初期化後の初回起動時のアクティベーションに成功しない場合、ほぼすべての機能が働かない。GSM 及びアンツ方式の iPhone では通信会社が提供する SIM カードを装着すると アクティベーションが可能となる。なお、通信会社提供ではなく、保守製品かと思われる SIM カードによってアクティベーションに成功した報告例もある。また、iOS のメジャーアップデートの際にもアクティベーションが必要である。iPhone は iPad 同様に通常充電モードと高速充電モードの2つの充電モードが存在する。 通常充電では、USB2.0 規格に準ずる USB ポートと接続することにより、およそ5 0 0 m a アを充電できる。高速充電モードを利用するには、1A 以上の高出力の USB ポートを利用する必要があり、また USB ピンアサインの DD、データラインに特殊のバイアス信号による高速充電モードの起動が必要である。 通常の USB2.0 規格に準ずる USB ポートであっても一部のバイアスを供給する市販商品を使用すれば約 700mAh の高速充電モードを起動させることができる。特に iPhone 6、6プラス以降の機種であれば 1.6A や 2.1A での充電が可能である。iPhone 8 8プラス X、XS、テネスマックスでは、USB-C 電源アダプタを使うことで、高速充電ができるようになったほか、地準拠のワイヤレス充電にも対応している。バッテリー容量の80%までは、高速充電し、その後、低速のトリクル充電に切り替えることで、充電時間を短縮しつつ、バッテリーの対応年数も伸ばしている。iPhone の製造は、 台湾の大鳥海精密工業と、数広市連合鍵議古墳有限講師ウィストロンが、ブラジルのサンパウロや中華人民共和国の、関東昇進戦士、インドのタミル・ナード州などの工場で、委託生産を行っている。この工場については、従業員の過労自殺や、長時間労働や違法な未成年労働者の刺激、などが問題として指摘されたことがあるが、アップルは、 労働状況を改善し続け、サプライヤー責任を果たしていることを説明している。iPhone が中華人民共和国で発売された際には、欧米メディアを中心に iPhone 里帰りといった報道がなされた。なお iPad の製造拠点は iPhone と同じであったが、一部を四川省生都市の工場に移管している。アメリカ合衆国の資産調査会社。 i イサプリによると iPhone の部品等コストから算出した利益率は最大53.1%である。2009年に東京都渋谷区に本部を置く青山学院大学とソフトバンクモバイル、ソフトバンクテレコムは iPhone3G を活用したモバイルネット社会の教育及び研究を進める基本協定を締結。 それに伴い、青山学院大学社会情報学部の学生に iPhone3G が配布された。iPhone の SIM カードスロット iPhone は購入後、アクティベーションしなければ緊急通報電話としてしか機能しない。アクティベーションには SIM カードが必要で、SIM ロック版の場合は特定の SIM カードのみ、SIM フリー版であっても何らかの SIM カードが必要であったが、 シムカードがない状態でも iTunes に接続することでアクティベーションができるようになった。2007年7月、4レックヨハンセンが AT&T への登録なしに起動させるツール、フォンアクティベーションサーバーを公開。電話としては機能しないものの、その他は機能したとしている。iPhone の盗難や不正利用を防ぐために、本来のユーザー以外のアクティベーション行為を、 文字通りロックし阻止するもので、本来のユーザーの Apple ID とパスワードの入力を求め、他の Apple ID ではアクティベーションができないようにする機能である。キャリアを通じて販売される iPhone は、キャリアの方針により、SIM ロックがかかっている場合とかかっていない場合がある。SIM ロックがかかっている iPhone は特定のキャリアが発行する SIM カードのみ利用できる。 シムロックを解除すれば GSM-12 LTE 第4世代動通信システムを採用している携帯電話事業者で使用できる。いずれの方法も Apple 及び動体通信事業者が認めていない保証範囲以外かつ不正かつリスキーな行為であり何があっても自己責任で行う必要がある。ソフトウェアによるロック解除 iPhone Sign Free というグループが iPhone の SIM ロックを簡単に解除できるソフトウェアを開発した。こうした不正改造を防ぐために、Apple もソフトウェアアップデートで対策していたが、いたちごっこになっていた。Apple が2007年9月27日に公開した iPhone OS 1.11において、非正規の手順でロック解除された一部の iPhone は使用できないようになった。 このようなユーザーによる不正なシムロック解除に対しアメリカ著作権局はユーザーが合法的に入手したアプリケーションなどを実行するためにジェールブレイクする行為や携帯電話を他の携帯キャリアに接続させるためのジェールブレイクなどは合法との判断を下している2017年時点ではソフトウェアでのロック解除はかなり難しくなっておりツールも配布されていない ハードウェアの改造によるロック解除2007年8月25日、アメリカ在住の17歳の少年が夏休み中に計500時間を費やし iPhone のシムロックを解除したと発表した。これは iPhone を分解してハンダ付けなどをして改造してロック解除する方法でありリスキーであり時間と手間がかかる。初代 iPhone では行われていたが2017年時点では ほとんど行われていない。アダプタによるロック解除複数の業者により、シムロック解除アダプタが販売されている。これは、シムカードとシムスロットの間にアダプタを差し込み、複数のシムカードを利用できるようにするものであり、iPhone そのもののロック解除ではないが、挿入している間は一時的にロック解除と同等の状態となる。ファクトリーアンロック廃棄された、シムロック解除済み。 iPhone のイメイとロック解除したい iPhone のイメイを入れ替えるもので複数の業者により行われている依頼料金はいずれも高額であり詐欺業者も目立つイメイの管理はアップルが行うが iPhone の廃棄のためにごく一部の業者にも管理を許可しておりこの業者が流した情報によりロック解除を行っているものと思われる アメリカ AT&T ベライゾンスプリント T モバイル、US などアメリカの各キャリアがこれまでに発売したすべてのシムロック版 iPhone のロック解除をユーザーの求めに応じて行っている。また、キャリアを通じて販売されている iPhone は現在はすべてシムフリーである。フランスフランスではユーザーに販売後3ヶ月を経過した。 iPhone のシムロック解除に応じ、シムロックフリーの iPhone も同時に販売している。これは、フランス国内法で、キャリアによる囲い込みを禁じているためであり、ユーザーからの求めがあった場合、キャリアは端末をロック解除する手段を提供しなければならず、シムロック端末と同時に、ロックなしの端末も販売しなければならないためである。日本日本においても、 NTT ドコモソフトバンク AU 各社は、SIM ロック解除義務化により、2015年5月1日、以降に発売された iPhone6S、6S プラス以降、顧客の申請により、SIM ロック解除に応じている。楽天モバイルを通じて販売されている iPhone は、SIM フリーである。2021年9月、iPhone13、13ミニ、13プロ、13プロ、 マックスは全てのキャリアでシムロックフリーで発売されている。2019年時点でアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本を含め多くの国でシムフリー版 iPhone がアップルから発売されている。iPhone の販売地域、初代 iPhone から発売 iPhone3G 以降から発売計画中2009年12月には世界94カ国。 地域で販売されていた。世界各国での販売には商標の調整が必要だった。以下は、その一例。シスコシステムズや iPhone からは使用許諾を得て共存することになったが、官王鍵からは同意を得られていない。また、ブラジルではグラジエンチエレクトロニカとの間で係争状態となっており、ブラジル国立工業所有権員は、 グラジエンチ社が2018年まで独占使用権を有するとの判断を示した。四半期ごとの世界の売り上げ。91は10から12月初代 iPhoneiPhone3、GiPhone3G 及び 3GSiPhone42007 年9月10日には、前日の時点で、累計出荷台数100万台となったことが発表された。2008年5月末現在。 欧米など6カ国での累計出荷台数は600万台に達した。アップルは2008年末までに累計出荷台数1000万台を目指していた。米市場調査会社 IDC によると2008年代1四半期の米国スマートフォン市場におけるアップルのシェアは19.2%。ちなみにカナダのリサーチ・インモーションが販売する ブラックベリーのシェア44.5%には及ばないが、パームのシェア13.4%を上回る。2008年10月22日、アップルは2008年度第4四半期に iPhone を689万2000台と RIM よりも多くの台数を販売したと発表。目標より3ヶ月以上早く累計で1000万台を超えたことが判明した。 2008年7から9月の米国内での販売台数でもそれまで3年間首位を維持してきたモトローラのモトローラレーザーを初めて抜き首位に躍り出た。日本においては iPhone の新規発売に際しては折からの話題性の高さもあったにせよアップルが予約販売を認めなかったために全国各地で購入希望者の行列が作られ 携帯電話の新機種発売としては、異例の盛り上がりを見せた。ソフトバンクモバイルの販売ランキングでは、iPhone 3G が2008年9月14日、時点までは10週連続首位であった。2009年6月19日から米国などで販売が開始された iPhone 3GS は、発売から3日で100万台以上出荷された。なお、 日本単独での出荷台数は公開されていないが、市場調査会社 MM 総研は、2009年度の国内出荷台数は、シェア4.9%で、約169万台、累計出荷台数は、約230万台としている。2011年以降は、ソフトバンクだけでなく、au、ドコモ、さらには、シムフリーメガボルトナンバーサブブランド、 楽天モバイル向けと販路が拡大し、iPhone を主力機種として販売に力を入れた大手キャリアでは、各社で新規契約、番号ポータビリティ時のキャッシュバックや急機種下取りなど、様々な販売奨励策が取られた。また、iPhone 発売以前からデコレーション携帯電話が人気のあった日本では、iPhone の人気に合わせ、サードパーティーによる、 ケースなどの iPhone 専用グッズも拡充された。こうしたことで iPhone は日本のスマートフォン市場で圧倒的な人気を誇っており、Apple は携帯電話メーカー別出荷台数シェアで2012年に1位に踊り出てから2020年まで9年連続で1位を記録している。一方、Apple など外資系メーカーに先を越された日本メーカーは2010年頃から お財布形態やワンセグ対応、防水、防塵テンキーなど、当時の iPhone にはない機能を搭載させながら、Android スマートフォンへと進出したものの、Android の開発ノウハウが未熟だった2012年頃までの、黎明期の機種は、致命的な不具合が多かった。そして、ソフトバンクだけでなく、au やドコモが iPhone を販売するようになるにつれ、Android 離れが進み、 動作が安定していて、セキュリティ対策や OS のアップデートが手厚い iPhone に人気が集まった。こうして、日本メーカー離れが進んだ結果、フィーチャーフォンの時代にはシェアの高かった日本メーカーのシェアは大きく低下し、多くのメーカーが携帯電話事業から撤退した。そして、Apple は日本の携帯電話業界のメーカー勢力図を大きく塗り替えていった。 2021年9月現在、日本におけるアップルの公式な通信事業者は、ソフトバンクモバイル、KDDI、NTT ドコモ、楽天モバイルである。キャリアの販売サイトを通じて購入する場合、4キャリアともに端末と回線をセットで提供しており、楽天モバイルを除く3キャリアの iPhone 本体には、SIM ロックがかけられている。しかし、アップルが、 シムロックフリーの端末を香港で販売していることを利用して2010年8月より日本通信がシムロックフリー端末専用の回線のみの提供を開始した。海外で販売されているシムロックフリーの iPhone4 3GS 用に Talking B マイクロ o s i m Platinum Service、Talking SIM という通信事業サービスのみを提供する。 他の MVNO 各社も独自に iPhone での動作検証を行っているところもある。日本通信のサービスに対して Apple から公式なアナウンスは一切出ていない。日本通信が海外でのみ販売されている SIM ロックフリー版 iPhone4 の端末を利用した国内で単独で行っているサービスである。そのため2010年8月頃以前は故障など、 購入後のサポートに関してソフトバンクモバイルはもちろんのこと国内でのアップルのサービスも受けることができなかった現在ではアップルのサービスを受けることが可能2013年11月22日日本でもシムフリーの iPhone の販売がアップルストアにおいて開始された2021年4月22日楽天モバイルより iPhone を取り扱うことが 発表される。楽天モバイルで販売される iPhone に関しては、SIM フリーである。正式に iOS への正式サポートとなる。ソフトバンクソフトバンクブランド価格、サービス概要に関しては2008年7月4日、同社のサイトで公開された。日本国内での発売日は2008年7月11日で、ソフトバンクショップと一部の家電量販店で一斉に、 販売開始された。なお、日本のアップルストアでは当初デモ機の展示、ワークショップ、購入後のサポート及び各種アクセサリーの販売のみに止まっていたが、2008年12月16日から本体の販売が開始された。契約、iPhone の使用、インターフェース、操作性は日本で販売されている一般的な携帯電話とは異なるため、 販売店では iPhone を販売する前に i p h o n e ご契約に際してご注意項目を説明し内容を確認した旨の署名を求めているただし説明用書面に記されているいかなる状況においてもキャンセルできないやキャンセルは受付しませんのでご注意くださいとの文言は消費者契約法などに照らして無効であると特定非営利活動法人消費者機構日本は指摘している また、同機構は、多機種の第三世代携帯電話では通話、通信が正常に可能であるのに、iPhone 3G では通話、通信に不具合が生じる場合がある点について、iPhone 3G 自体に由来する歌詞であるとし、その歌詞の存在を契約前に確認していなければ、民法上、契約を解約できるようにするべきだと指摘している。MMS メール2009年6月に実施の Ifneos 3.0アップデートによって iPhone 3G および出荷時からこの OS を搭載した iPhone 3GS は MMS に対応しソフトバンク .ne.jp ドメインによるメールの送受信が可能になったこのため iPhone 購入時は mms である softbank.ne.jp と e メールとして一般の p c メールに分類される i.softbank.jp の二つのメールアドレスが付与される mms はメッセージアプリで e メールはメールアプリで送受信する e メールと呼ばれる i.softbank.jp ドメインの e メールは iPhone が mms に対応していない時から用意されているものであり プッシュ配信ではないがメッセージを受信しましたという画面表示と着信音によってメールの新着が通知される。これはプッシュ配信が当たり前である携帯メールが普及している日本市場のために iPhone が MMS に対応していない時にソフトバンクが構築した独自のシステムである。2013年12月10日から e メールでのプシュ通知に対応、順次ユーザーが使用できるようになる。また、現時点では、デコレメールは、利用不可。ユーセームカードユーセームカードは、iPhone 専用となり、既存のソフトバンク 3G 契約のユーセームカードは、使用できない。また、iPhone 専用のユーセームカードを、他のソフトバンク 3G 端末に使用することも、できない。 独自のサービス2008年10月30日にソフトバンクモバイルから自社の iPhone ユーザーのみに対する新たなサービスと機能が追加が発表された。発表内容は次の3点である。絵文字絵文字に関しては iPhoneOS2.0 により対応した。絵文字が送信できるのはソフトバンクのメールアカウント及びソフトバンク SIM を使っている。 OS バージョン2.2降の iPhone のみである。SMS、MMS、e メール作成時において、絵文字キーボードが表示される。キャリア間の相互変換については、下記の通り。利用可能な周波数帯、iPhone の 3G 対応周波数帯は、3G と 3GS では 850MHz 帯、1.9GHz 帯、2.1GHz 帯のトライバンド。 4と 4S では9 0 0ヘルツ帯を加えたクワッドバンド対応となっているが日本国内では周波数割り当ての関係上2 1ヘルツ帯のみ使用可能だった2012年3月1日にソフトバンクに9 0 0ヘルツ帯が割り当てられ同年7月25日よりプラチナバンドとしてこの周波数帯が使用可能になると iPhone4 4S でもこの周波数帯による通信が可能となる。iPhone 5の LTE については、当初は 2.1GHz 帯のみ使える形だったが、2012年10月1日のソフトバンクといいアクセスとの業務提携を受け、2013年3月21日より、e モバイルの 1.7GHz 帯が使える WLTE を開始している。iPhone 5S。 5C では 900MHz 帯に対応するが、同帯域での LTE サービスは2014年4月以降、開始予定となっている。また、6、6プラスでは、TD LTE 互換サービスであるソフトバンク4、G の 2.5GHz 帯にも対応、ハイブリッド 4G LTE 対応端末となる。6S、6S プラスでは 4G LTE、4G それぞれで、 キャリアアグリゲーションにも対応し、それぞれ、下り最大 187.5Mbps、165Mbps で通信が可能となる。Y、モービレ Y、モービレブランドでの展開は、QE、アクセス時代から、ソフトバンクブランドとの差別化などから、iPhone の取り扱いはしてこなかった。しかし、 2016年3月4日より、2世代前の iPhone5S で参入することになった。その後、2017年3月25日より、iPhoneSE を新たに追加した。2017年3月25日は iPhone7、iPhone7 Plus の発売日でもある。2018年12月20日より、iPhone7 の取り扱いを開始した。なお、 最新機種などの取り扱っていない機種については、Apple Store などで購入した SIM フリー版および SIM フリー化されたキャリア版 iPhone であれば、SIM カードを差し替えるだけで利用することができる。ただし、最新世代の iPhone には Y、モービレのキャリア情報が入っていないため、別途、Apple 設定用のプロファイルをダウンロードする必要がある。 契約従来の Android 端末の契約同様、タイプ1でのスマホプラン S、M、L、スマホベーシックプラン S、M、R から基本料金を選択する形となる。スマホプランでの購入時にはバリュースタイルが適用になり、毎月の料金から契約翌月から24ヶ月間割引が適用される。ただし、S、M、L の違いで、 割引額がそれぞれ異なる。MMS、メール MMS は、ymobile.ne.jp が割り当てられる。Android や、ガラホ同様、PHS のアドレスを継承することもできる。また、Mobile4GES からの契約変更の場合も、メールアドレスは継承できる。 これとは別に、Android スマートフォンの契約同様に yahoo.ne.jp のアドレスも利用できる。優勢無カード iPhone 端末の購入を伴う契約をした場合は N141 が発行される。SIM のみ契約をした場合は Android や g a ホ a f o と同様の N101 や N111 が発行される。ビジュアルボイスメールは N141 のみ可能である。 利用可能な周波数帯、タイプ1契約のため、基本的にはソフトバンクブランドと同様となる。KDDI、沖縄セルラー電話従来、au においては通信方式が異なるため、物理的に au 回線を使用した iPhone を発売、利用することは不可能であった。しかし、2011年初頭にアメリカ合衆国の携帯電話会社である、 ベライゾンワイヤレスから CDMA 版 iPhone4 が発売されたことを受けて同社と同じ通信方式を備え持つ au からも発売されるのではないかという憶測が飛び交い始めたそんな中同年9月22日 KDDI も新型 iPhone を発売することを Apple と調整していると突如日経ビジネスが報道したことを皮切りに各種メディアが 一斉に報じた。しかし、結局 iPhone 4の CDMA 版については、同社が販売することはなかった。そして、2011年10月5日、開催されたアップルの発表会において、新モデル、iPhone 4S を、同月14日から発売を開始し、このモデルより、au での iPhone 提供が正式発表された。 同月7日には KDDI から料金などの詳細も発表され、10月14日発売開始となった。この KDDI による iPhone は au、IC カードを本体の SIM カードスロットに挿して使用する。画面上部には KDDI、iOS7 以降は au が表示される。ただし、同社の一連のスマートフォンシリーズにはラインナップされていない。 安心セキュリティパックに関してもサポートされず、代わりにアップルケアを受けることとなる。契約店等受付となり、当初は au ショップ及びピピットを含む一部のトヨタディーラー各店、量販店など全国1200店舗で取り扱っていたが、半年以内に取り扱い店舗を順次拡大した。なお、新規契約であっても郵便局のお取り次ぎサービス。 特典対象外となっている。料金従来通りの料金プランが利用可能なほか、iPhone 利用者向けに、パケット定額サービス、イズフラットの利用料を割引キャンペーンも実施する。SMS、MMS、メール SMS は、SMS として提供。当初は、パケット通信を利用していたため、その料金が別途発生していたが、現在は、パケット通信を使用しない。 国際 SMS にも対応している。キャリアメールであるイスウェブメールは iPhone 4、S 発売時から利用可能。当初は MMS は利用できずメールアプリを使用する形でプッシュではなく最短15分おきのフェッチ取得だった。2012年3月13日からリアルタイム着信通知機能に対応した。このリアルタイム着信は ソフトバンクで行っている SMS を利用した新着通知方式ではなく iOS メールアプリがサポートするプッシュ取得による完全なリアルタイムでのメール取得と新着通知であるただしフェッチ取得でのメールアカウントとプッシュ受信でのメールアカウントは別扱いのためリアルタイム着信を利用するには設定し直す必要がある絵文字の利用は当初は iPhone 同士でのみ可能であったが2012年1月27日からは au の他の携帯電話及び他社携帯電話との e メールでの絵文字の利用が可能になった2012年4月14日からはキャリア設定のアップデートによって MMS の使用が可能となった au の iPhone 同士であれば電話番号を宛先にすることができるこれによってメッセージアプリで 椅子をエブメールを MMS として送受信できるようになり、購入時はメッセージアプリで送受信する MMS として設定されている。ただし、デコレーションメールの受信には未対応で Wi-Fi のみでの接続時には受信ができないほか、メールアプリで送受信するリアルタイム受信はメッセージアプリで送受信する MMS と併用できず、いずれか一つを選ぶ必要がある。 メールアプリで受信していて、メッセージアプリでの受信に切り替える際、メールアプリで受信したメールは、MMS には引き継がれない仕様となっている。なお、au 内であっても、iPhone 以外の移動機は、MMS に対応しないため、電話番号のみで、長文や画像の送信をすることはできない。また、SMS と違い MMS は、キャリア間相互接続されていない。このか。 イメス下げは2012年3月8日にリリースされた iOS 5.1で対応。ビジュアルボイスメールも2012年4月14日のキャリア設定のアップデートで対応している。独自のサービス au が他のスマートフォンなどで展開しているサービスは対応を検討している。公衆無線 LAN サービス auwifi スポットは2011年12月に対応した。 2012年3月21日からは、街歌への対応も行われ、2012年9月21日からは、au スマートパスの対応も開始した。2016年8月17日より、iTunes ストアおよび App Store、Apple Music、iBooks が au 版 iPhone、および au 版 iPad の月額料金と合算して支払える。 au 簡単決済を利用した決済に正式対応となった。海外利用の際にはグローバルパスポートを利用した国際ローミングが利用可能で通信の際には CDMA、アンツ GSM のいずれかが利用可能となる。auic カード auic カードは iPhone 4S ではマイクロシムサイズのミクロ02が iPhone 5以降では au ナの IC カードがそれぞれ使用されている au の場合は携帯電話本体と SIM カードが紐付けされ他人の SIM に差し替えたとしても使用できないようになっているが au 向けの iPhone 4S ではキャリア内ロックがかかっていないためシロロムを通販やオークションなどで購入した際ロッククリアの手続きは不要 なおカードは通常サイズのバージョン002と同一の扱いとなるため 9800MHz 帯のみの対応機では使用できない。ソフトバンクとの違いは SIM を他のマイクロ SIM 対応の au スマートフォンに差し替えての使用ができるが通常サイズの SIM に変換するアダプターは保証していないため差し替え時には注意が必要となる。 ロッククリアは一部ロッククリアの解除をしなくても良い。機種ではそのまま使用ができるが、ロッククリアの必要なマイクロシム対応の機種以外は、au ショップの対応によりできない場合がある。利用可能な周波数帯 iPhone4S では CDMA モデルの使用帯域が800。 メガヘルツ帯と 1.9GHz 帯のみだったため、au で使用できるのは 800MHz 帯 800MHz 帯だけで、EVDO も REV-A のみだった。iPhone5 からは 2.1GHz 帯も対応するようになったため、au でも動体域を使えるようになったほか、EVDO も REV-B をサポートし、WIN ハイスピードによる高速通信が使用可能となった。 6S、6S プラスでは、レブ b に対応しなくなったため、WIN ハイスピードも使えなくなる。LTE は、iPhone 5においては 2.1GHz 帯のみで、AU4GLTE で、Android 端末がメインにしている N800MHz 帯や 1.5GHz 帯は使用できなかった。5S、5C からは N800MHz 帯にも対応することで、 サービスエリアが広がった。6、6プラスでは 2.1GHz 帯と N800MHz 帯に加え、YMAX2 で使用されている 2.5GHz 帯にも対応。さらに、N800MHz 帯と 2.1GHz 帯のキャリアアグリゲーションにも対応することで、LTE で折り最大 150Mbps、YMAX2 で折り最大 110Mbps での 受信速度で高速通信が可能となる。6S、6S プラスでは LTE アドバンストへの対応と YMAX にでのキャリアアグリゲーションのサポートが行われるため、それぞれ下り最大で 225Mbps、220Mbps での通信が可能となる。NTT ドコモ日本最大手の 携帯電話会社である NTT ドコモは日本国内で iPhone が発売されてから iPhone を取り扱うかその挙手が注目されてきた2013年9月11日に iPhone5S5C の発表が行われた際にドコモが提供することが発表され Apple と共同でニュースリリースを発表している同年9月13日にはサービス内容の詳細と 料金体系が発表されている。契約どこモでの契約、販売は、全国のどこモショップで行われている。料金料金プランは、基本的に他のクシーのスマートフォンと同様だが、パケット定額サービスが、クシー、パケ放題 4iPhone のみ用意されており、クシー、パケ放題ライト、クシー、パケ放題ダブルの設定がなかった。現在は、かけ放題プランもしくは、 データプランのみ選べる。また、iPhone 本体は au ソフトバンクモバイル版と同様に、キャリア設定によりアップの設定画面がロックされており、利用可能な ISP サービスは専用の SP モードのみとなる。端末価格はソフトバンクや au に比べると高く設定されているが、各種割引施策によって2年間利用後の実質価格が2社よりも安くなるようになっている。 SMS、MMS、キャリアメール SMS は2013年9月20日の発売から対応する。ドコモ .ne.jp ドメインのキャリアメールは MMS ではないためメッセージアプリでは送受信できない。そこで同年10月1日からドコモ独自のアプリではなく iOS の標準メールアプリにドコモ構成プロファイルをインストールすると sp モードメールよびメッセージ R,F,S が利用可能となる。しかし、開始時点では、プッシュ取得には対応せず、最短15分間隔でのフェッチもしくは手動取得となった。2013年9月20日から10月1日までの間に受信されたメールは、sp モードセンターに蓄積され10月1日以降に閲覧できる。sp モードメールの後継となる、 ドコモメールは12月17日に開始し、新着メールのプッシュ通知には対応したが、プッシュ自動受信には対応していなかった。ドコモメールのプッシュによる自動受信は当初2014年1月中旬と予告されていたが、実際に自動受信に対応したのは2014年9月24日であった。 独自のサービスこれまで、スマートフォンで展開してきたサービスのうち、留守番電話サービスなどの通話関連サービスや、公衆無線 LAN ランサービスのドコモ Wi-Fi などが2013年9月20日の販売開始より対応する。コンテンツ配信サービスの d マーケットや i c o n シェ e l イ iChannel なども順次提供を開始、お財布携帯やノ o t t v については、前述の外部機器を使うことで、 対応可能となっている。一方で、ドコモ電話帳などには、未対応、または対応時期未定となっており、モペラ U も、iPhone で使用できる ISP が、SP モードに固定されているため使用できなくなっており、iPhone5S5C 契約時に i モード、モペラ U を契約していた場合、自動解約となる。この他、ドコモプレミアクラブ安心サポートには対応せず、 保証を受けるには、Apple Care Plus や、携帯保証サービス 4iPhone&iPad に、加入する必要がある。利用可能な周波数対 3G サービスのフォーマ、LTE サービスのクシーともに対応し、フォーマは 2GHz 帯と 800MHz 帯で使用、可能だが、1.7GHz 帯と、新 800MHz 帯には対応しない。クシーは8 0 0ヘルツ帯。 1.7GHz 対 2GHz 対で使用可能で 6S、6S プラスでは LTE アドバンストに対応したことからプレミアム 4G のキャリアアグリゲーションによる高速通信サービスに対応東面半地域と 1.7GHz 対で折り最大 262.5Mbps それ以外の地域で折り最大187.5 メガ BPS での通信が可能となる。楽天モバイル第4のキャリアとして2020年4月にサービスを開始したが、開始当初から iPhone ユーザーよりサポートを望まれており、iOS 版の楽天リンク、マイ楽天モバイルをリリース。公式ホームページ上では、正式サポートはしていながら利用できることのみ記載。2021年4月22日、 楽天モバイルのカンファレンスにて iPhone の販売、サポートが正式発表される。2011年まで iPhone のアメリカ合衆国でのキャリアは AT&T のみであり、初代の価格は2年間契約の縛り付きで 4GB モデルが499ドル、8GB モデルが599ドルだった。2007年9月5日に、 4GB モデルの生産停止と 8GB モデルの値下げが発表され、4GB モデルの在庫が299ドル、8GB モデルが399ドルとなった。この値下げは既存の購入者から反発が大きく、8GB モデルの購入者に100ベイドルの Apple Store カードが配布される事態となった。2008年2月5日には 16GB モデルが追加された。 その後の本体価格は、2代目である iPhone3G が2年縛りで 8GB モデル 199US ドル、16GB モデル 299US ドル。3代目の iPhone3GS と4代目の iPhone4 は2年縛りで 16GB モデル 199US ドル、32GB モデル 299US ドルとなっている。アメリカでは、 従来の携帯電話の大半は端末の売り切りだったが iPhone はユーザーの月間料金の一定の割合がオペレーターから Apple へ支払われる収入配分方式をとっている。アクティベーションと契約プランの選択、番号ポータビリティの手続きなどは初代は本体購入後にユーザーが iTunes で行う形式だったが2代目の iPhone3G 以降は 店頭もしくはオンラインで本体の購入と同時に行う形態へ変更された。初代は、ご払い式の他に、プリペイド式を選ぶこともできた。プリペイド式は、ご払い式よりはあり高だが、ソーシャルセキュリティナンバーを所持していない、もしくはクレジットスコアが低く AT&T の審査を通らない人も契約することができた。しかし2代目の iPhone3G 以降は、 プリペイド式は廃止された。iPhone のデータ通信は3代目の iPhone3、GS までは、どのプランを選択しても定額になっていたが、AT&T の無線パケット通信は、複層寸前となってしまった。2009年時点で AT、AT&T のデータトラフィックは2年前の500倍に、膨れ上がっていた。AT&T のパケット通信は、エリアや能力に、ムラがあり、 特にヘビーユーザの多いニューヨークとサンフランシスコは深刻となった。結局2010年6月、4代目の iPhone4 の発表とともに新規契約者に対するデータ通信の定額制は廃止された。2011年2月からアメリカ合衆国でのキャリアにベライゾンが加わり、同年10月からはスプリントも加わり、2013年4月には t モバイル us も参入した。ベライゾンも当初は定額制のデータ通信プランを提供していたが、AT&T と同様に現在は廃止している。iPhone 4 S 以降アップルにより SIM フリーモデルの販売も開始されている。2017年現在アメリカ国内各キャリアが過去に発売されたすべての iPhone の SIM ロック解除をユーザーの求めに応じて行っている。 イギリス当初、イギリスにおける独占キャリアは O2 と発表された。O2 に加え、2009年11月より、オレンジ UK も iPhone に参入し、2つのキャリアからの展開となった。2010年1月14日から、ボーダーフォンも iPhone に参入し、O2, オレンジ、テスコモバイルに続き4番目の iPhone 提供キャリアとなった。ドイツドイツでは、 t モバイルが独占キャリアに選ばれた。しかし、ヨーロッパにおける iPhone の独占権獲得競争に破れた、ボーダーフォンからのアップルお及び t モバイルに対する販売差し止め請求を裁判所が認め、携帯電話契約の義務付けを禁じる差し止め命令を出した。そのために iPhone を t モバイルで契約している場合、 追加料金600ユーロでシムロック解除に応じ、シムロックフリーかつ T モバイルとの契約なしの8イトモデル iPhone を999ユーロでの販売を余儀なくされた。さらに、2010年10月29日より、O2 ボーダフォンが参入した。フランスフランスではオレンジが独占キャリアとなった。しかしながら、フランスでは、 国内法により発売後3ヶ月が経過した iPhone、含め携帯電話のロック解除に応じなければならない。上に、契約なし SIM フリーの iPhone も並行して、販売しなければならない。これは、キャリアの囲い込みを禁じ、ユーザーからの求めがあった場合、キャリアは端末をアンロックする手段を提供しなければ、ならず SIM ロック端末と同時に、ロックなしの端末も販売せねばならないという。 法律によるものである。後に SFRV グテレコムを含めた3キャリアによって展開されている。シムフリー版2017年時点でヨーロッパのすべての地域でシムロックフリー版も発売されている。ありがとうございます。